スーパーマンというのは超人のことですよね。人間的な存在を超えた一つレベルの高い人って感じでしょ。だから超えたところから見るわけです、ね、ちょっと上から見下ろしてる感じね。だからこれは監督するという意味になります。はい、皆さんこんにちは。実践系英語 YouTuber の坂金社長です。今日も元気に TOEIC パート5の問題やっていきましょう。今回扱う問題はこちらの問題になります。まず最初の単語は discrepancy です。discrepancy というのは相違、不一致、食い違いという意味なんですね。 this という接頭語の語源ですけども、離れてという意味を語源に持ちます。そして crepancy の部分はキーキー機械なんかがうまく噛み合ってなくて音を立てるという、騒音を立てるという意味なんですね。キーキー、こううるさい音を立てると。だからこう何かこううまく機械がはまってなくて一致してない感じですね。ピタッとはまってない感じ、離れちゃってるからうまく噛み合わずにキーキー音を立ててる、そんなイメージなんですね。だからまあ不一致、相違、食い違いという意味になるというイメージを持って覚えておいてください。次の単語はノートです。ノートは名詞では記録とかメモという意味なんですね。語源が符号とか印という意味ですから、何かこう気づいたことにこう符号をつけたり印をつけたりっていう、何か印をつけるっていうのは大事だと思ったからしたりしますよね、まあ、そこから記録とかメモという意味が名詞では出てくると。で、動詞になるとあ、そこ大事っていう感じでこういろいろねメモ取ったりするイメージから、注目するとか気づくという意味につながってくるんですね。はい、ということでこの note、 名詞ではメモとか記録、動詞では注目するとか気づくという意味があるということを一緒にねイメージで覚えておきましょう。次にドキュメントです。ドキュメントは文書、書類という意味なんですね。よく極秘文書なんていう形で使われますね。Confidential document。Confidential というのは極秘の。そしてドキュメントは文書、書類ですから、極秘文書というのは Confidential document と言ったりするんですね。あと形容詞形は Documentary なんですけども、それで文書のという意味の形容詞になったりします。あと同じくドキュメンタリーというのが名詞で使われる場合もありますよね。皆さんご存知のドキュメンタリー映画というふうに使われるあのパターンです。ドキュメンタリーというのは記録作品、記録映画という名詞の意味でも使われます。はい、ということでドキュメント、書類、文書でした。最後に accordingly です。 accordingly というのはそれに応じてとか状況に応じてという意味になるんですね。Accord というのは元々の単語なんですけども、Accord というのは一致するという動詞の意味があります。だから何かこうね、指摘されたものに対してそれに一致するようにっていうところから、それに応じて、状況に応じてという意味が出てくるんですね。はい、Accord、一致するという動詞と一緒に、そこから派生した Accordingly、それに応じて、状況に応じてという意味も一緒に覚えておくといいと思います。はい、それではこの問題、京都スタジオから京都一分かりやすく説明を加えていきたいと思います。それじゃあ行きましょう。Several discrepancies have been noted. いくつかの食い違いが見つかりましたよ、注目されましたよということね。直訳は note、注目する、気づくの受け身形ですよね。be 過去分詞で受け身形です。気づかれましたよというのは直訳、それの現在完了形でハブ過去分詞がひっついてこうなったんですね。注目されました、つまり気づかれました、つまり見つかりましたよということね。いくつかの食い違いが発見されちゃったんですね。はい、で前置詞名詞です。括弧で外すと見やすくなります。書類の中でいくつかの食い違いが見つかったよって言ってるんですね。はい、何の書類、どんな書類ですかっていうと You've submitted。 ここで You、 あなたは、あなたがという主語と Have submitted、
それの短縮形で you've submitted。 こういう SV があります。で、 submit というのは下に送るでしたよね。もう皆さん何回も出てきたから覚えたでしょう。下に送るから提出するでしたよね。あなたが提出したとこうなるんですけども、 submit というこの動詞は何々を提出するという意味ですから、第三分形を取るんですね。つまり目的語が必要です。ちょっとややこしい文法用語使っちゃってすいません。submit は提出するというね、他動詞です。第三分形後ろ、目的語は必要です。ところがこう目的語なくなってますよね。そこからヒントを得て、ここどういう構造をしているのかというのを考えればいいんですね。なぜ目的語なくなっているのか、それは前に出ていって省略されちゃってるからです。で、何が省略されてるかというと、関係代名詞のフィッチであったり、まあ、ザットであったりなんですね。このフィッチとか、まあ、ザットという関係代名詞が前に出ていったんだけども省略されちゃってるから、ここ消えてなくなってるわけなんですね。ということで、これはここの関係代名詞から始まって、ちょっとね省略されちゃってますけど、関係代名詞から始まってサブミティッドまでで一塊で、全体で形容詞の働きをするから、とんがり括弧に入れさせていただきますね。ちょっとこれ形容詞のマークにさせてください。で、前のドキュメントというこの名詞の部分にかかっています。あなたが提出した書類文書ということね。あなたが提出した書類の中でいくつかの食い違いが見つかりましたよと。そう、だからという接続詞が来ました。このそうはだからという意味なんですね。これ接続詞ですから、前の文と後ろの文をつなげます。これ SV 就職語、就職語という前の文と、そして please で始まっている命令文とをつなげばいいんですね。ちょっと丁寧な命令文ですから please がついてますけども、それに応じて、状況に応じてそれを空欄してください。それって何って言ったら、このドキュメント、その文章をそれに応じて、状況に応じて空欄してくださいと。はい、じゃあこれね、動詞を入れるのは分かったんですけども、これ全部動詞ですから、これは語彙の力が必要な問題ということになってきます。はい、じゃあ選択肢見ていきましょうか。難しい単語が並んでおります。でもこれを知っておくとちょっと便利というのをお教えしましょう。 A のリバイズのバイズ、そして B のスーパーバイズのバイズ、これは見るという意味を語源に持つんですね。だから revise というのは再び見るわけですから、これ見直すという意味になります。あるいはそこから発展して見直してさらに修正するところまで行く場合もありますから、修正するという意味もあったりするんですね。はい、そしてスーパーバイズのスーパーはじゃあどうなのかというと、これは超えてる感じです。スーパーマンというのは超人のことですよね。人間的な存在を超えた、一つレベルの高い人って感じでしょ。だから超えたところから見るわけです、ね、ちょっと上から見下ろしてる感じね。だからこれは監督するという意味になります。工場なんかで働いてる人を上から見てて、サボってないかな、うまく働いてるかなみたいな感じですよね。それが監督する、スーパーバイズです。超えた一段高いところから見てるイメージね。スーパーバイザーって日本語にもあったりするでしょ、ね、それは監督者ですよね。スーパーバイザーというんですね。はい、じゃあ次、 あとねテレバイズという言葉知ってますか皆さん。あまり聞いたことないかもしれません。テレバイズはテレビジョン の動詞形なんですよ。テレバイズね、テレ、遠く離れたところでも見れるようにするわけでしょ。だからテレビ放送するというのはテレバイズという動詞があるんですね。それの名詞がテレビジョンです。遠く離れてても見れるからですよ、テレビジョン。次、 revisit、 再び訪れる、ね、再訪問する。そこからもう一回考えてみるという意味でも使ったりするんですね。 re は再びでした、ね、元へ戻るからね。こう何か一回やったんだけど、元へという意味がリあったでしょ。元へ、後ろへってなりましたよね。元に戻ってもう一回スタートする感じだから、再びという意味にもつながってくるんですね。はい、そしてディバイドはまあ分ける、分割するですからね。分割すると。はい、じゃあ
間違い食い違いがあるんだから、その文章はどうしたらいいのかというと、当然見直しする、修正するですよね。答えはだから A となりました。はい、ということでこの問題の答えは A でした。はい、それじゃあ音読のコーナーに入っていきましょう。 Several discrepancies have been noted。 ここで切るといいでしょう。 In the document you've submitted。 ちょっと長いので修飾以下一旦切りましょうか。 In the document you've submitted。So please revise it accordingly。 あとは一気にね、短いですから言ってしまっていいでしょう。はい、まあこれぐらいのね、区切り目をちょっと意識して音読してみてください。それではスタート。 Several discrepancies have been noted in the document you've submitted, so please revise it accordingly.Several discrepancies have been noted in the document you've submitted, so please revise it accordingly. Several discrepancies have been noted in the document you've submitted, so please revise it accordingly.Several discrepancies have been noted in the document you've submitted, so please revise it accordingly. Several discrepancies have been noted in the document you've submitted, so please revise it accordingly.Several discrepancies have been noted in the document you've submitted, so please revise it accordingly. Several discrepancies have been noted in the document you've submitted, so please revise it accordingly.Several discrepancies have been noted in the document you've submitted, so please revise it accordingly. Good job! 今日の英語学習お疲れ様でした。英語の文型はたった5つしかありません。とっても簡単な英文から非常に難しい英文まで、全ての英文は5つのパターンに分類できるんですね。そんな簡単な言語ですから皆さんがマスターできないわけはありません。そっか、なるほど、これから語文系を意識して英文を見ていこうと思えたあなたは、いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。そして今日の感想や、今日はこんなことが学べましたっていうのがございましたら、コメント欄に書き込んでいただけると非常に励みになります。 With Sakakin, to master English is easier than you think. See you in the next video.